ランド・カルリジアンは、アメリカの SF 映画、スター・ウォーズシリーズに登場するキャラクター。エピソード5、エピソード6、エピソード9では、ビリー・ディ・ウィリアムズが演じ、スピンオフ映画では、ドナルド・グローバーが演じている。初期は、カルリシアン表記が多かったが、現在では、カルリジアンに統一されている。エピソード9でランド・カルリジアンを、ビリー・ディ・ウィリアムズが演じたことにより、 アメリカ映画史上、同一の役を、同一の俳優が演じた、最もインターバルの長いケースの一つとなった。ミレニアムファルコン号の船長ハムソロのかつての悪友にして、先代の船長。クリムゾンドーンという犯罪組織の仕事で、惑星、ケッセルのスパイス鉱山に潜入するために、ソロとその仲間が、ランドに協力を求めたことが二人の、初めての出会いであった。 それ以前のランド・カルリジアンの経歴は謎に包まれており、速攻路という惑星で生まれ、ギャンブルや詐欺によって生活し、手にした大金によって洒落た格好をして、多くの女性と頻繁に交際していた、20代になって、ようやくギャンブラーとして安定した収入を得ることができるようになったという以外はほとんどわかっていない。ランドは銀河中を駆け巡り数々の冒険をし、 大金を手にしては、再びそれを手放す、ということを繰り返していた。その後彼はソロを裁くの賭けで一度は、打ち負かすが、再戦時に前回と同じ、イカ様を使おうとしたために、それを封じられて、イカ様なしの賭けに敗北。大金と共に、ファルコン号を手放すこととなる。その後は、雲の惑星ベスピンの中心都市、クラウドシティを持ち主から賭博で巻き上げた。 この惑星は、ティバナガスと呼ばれる重要な採掘資源の産地でもあった。彼は、このことに目をつけ、帝国に目をつけられないよう、いかなるギルドにも属すことなく極めて小規模ながら、採掘事業を展開した。イゴ都市の執政官として彼は最高業に、携わり都市と市民のために真面目に働き、サイボーグの補佐官、ロボットの力を借りて、 帝国軍の目を盗んで密貿易で利益を得て、さらに反乱同盟軍に物資の横流しをしていた。帝国の逆襲では、帝国軍の追跡を逃れようとしていた、ハンソロトレアオーガーナを惑星にかくまうが、実際は、ボバフェットの報告により彼らの到着を予見していたダースベーダーらが、すでに到着した後であり、ランドは、 自分の星を帝国から守るためにやむを得ずソロを裏切り、その身柄を引き渡すことになる。しかし、後に、ベーダーが彼との当初の約束を保護にして、レイア姫と中爆下までも帝国に連行しようとした、ため、起点を聞かせ、ロボットと協力して二人を救出し、帝国に乗っ取られたペスピンから脱出する。その後は、ジャバザハットの元へ送られたソロを救出するため、 中ッカと共にタトゥイーンに向かった。ジェダイの機関では、傭兵として、ジャバの宮殿に潜り込み、情報の収集と救出の機会を伺っていた。同じく救出にやってきた、ルークスカイウォーカーの反撃にこうして、自らもジャバの手下を撃退した後、救出したソロと共に脱出する。その後、反乱同盟軍の将軍に任じられ、帝国軍の第二デススター破壊のための、 突撃隊長の任を受け持つ。この時、ソロ自身の頼みから、ミレニアム・ファルコンに登場し、帝国軍の猛攻撃をかいくぐりながら、デススター中枢部の破壊に成功した。最終決戦後、エンドアの祝賀会にてソロと再会を果たす。ちなみに仮受ける際に、傷一つなく、ソロにファルコン号を返すと約束していたが、デススター突入の際に、ダクトの壁に衝突して、 センサーディッシュを破損させてしまった。なお、第2デススターからの脱出が間に合わずに死亡するという案もあり、期限ギリギリまで検討されたが、最終的にこの案は没になった。ソフト版では、若本のりょうが担当。その他 TV 版などでは、内海健二や日浦勤田中忍などが担当し、ゲーム作品、スターウォーズロングスコードローン2、スターウォーズロングスコードローン3では、 安原義人が担当した。ゲーム作品、スターウォーズ・ギャラクティック・バトルグラウンドアニメ作品、ロボット・チキンでは、石井康次が担当した。アニメ作品、レゴ・スター・ウォーズ・ドロイド・テールズでは、高瀬右光が担当している。ゲーム作品、レゴ・スター・ウォーズ・フォースの覚醒では、歌手の正俊が担当した。アニメ作品、スター・ウォーズ・反乱者たち以降では、 ソフト版などと同じく、若元の利用が担当している。ありがとうございます。